そして8時からの特集コーナービヨンドザカルチャーはこちら。思えば遠くへ来たもんだ。だがまだ間に合うとでも言うのだろうか。シリーズ100作直前、本当にあった呪いのビデオ特集2022 by ベースボールベア小出雄介さん。やったこちゃん。はい、1999年から続く日本のホラーオリジナルビデオシリーズ、本当にあった呪いのビデオ、通称本ノロ、7月6日には最新作本当にあった呪いのビデオ97作目ですよ。そんなに人気シリーズなんですね。そうなんですよ、すごい。とにかくまあ大人気シリーズで、まあここまで27作続いてきたわけですけども、はい、まあなかなかね100作近くあるっていうと、これはなかなか尻込みしてしまいますけど、確かに、うん、でもまだ97作目ということで、まだ2桁97作目ならまだ乗り、まだ間に合うとでも言うのだろうかということで、はい、とにかくね、ほんのろといえばこの方でございます。スリーピースロックバンドベースボールベアのギターボーカルにして、ほんのろ研究がまさにライフワーク、俺たちの小井ちゃんこと小井出雄介さんお越しいただいて、あの、はい、J ホラーとか苦手な方もそういう問題じゃないんで、そういうことじゃない、そういう作品だと思ってました。はい、そういうことじゃないんで、そういうことじゃない、小井ちゃんの説明聞けば分かると思うんで、97作も続いてる、そうなんですよ、はい、はい、しかもここ金作は結構大きな動きがあるらしいんでね、はい、そんな話も伺っていきたいと思います。はい、7月14日木曜日、時刻は8時ちょうどとでも言うのだろうか。 TBS ラジオキーセッションにお送りしているアフターシックスジャンクション、パーソナリティの私ライムスター宇多丸です。お分かりいただけたらろうか。そして木曜パートナーの TBS アナウンサー宇奈井梨沙です。お分かりいただけただろうか。さてここからは聞けば世界がちょっと変わるといいなな特集コーナービヨンドザカルチャーとでも言うのだろうかはい、ということで今夜の特集いきますけども、早速キーワード解説を一つさっきから連発しているとでも言うのだろうか、お分かりいただけただろうかというフレーズ、時々この番組でもですね、とでも言うのだろうかは特にですね、時折不意に出ちゃうんですよね、何の説明もなくそうなんだ、つい言っちゃうんですよ、つい言っちゃう、ね、つい言っちゃう。このフレーズ、今夜の特集にとても関係あるフレーズなんです。そのあたりをまずは今夜のゲストベースボールプレーヤー小出雄介さん解説お願いします。はい、とでも言うのだろうか、お分かりいただけただろうかっていうのは、今夜語る本当にあった呪いのビデオを代表する、フレーズとなっておりまして、はい、あのシリーズ3巻から出てくるフレーズ、うん、あ、そうなんですね、はい、最初からあったわけじゃないんですね。そうです、うん、で一番最初はナレーターの方がこうナレーションしてるんですけど、で3巻から、監督、初代監督の中村義弘さんが、うん、お分かりいただけただろうかやるようになって、はい、そこから今までもうずっとやってます。中村義弘さんが監督変わっても、はい、ね、もうご活躍されてますけども、はい、ナレーションは務めてらっしゃって、中村さんの声でとでも言うのだろうか、そうです、お分かりいただけただろうか、どういうポイントでとでも言うのだろうか出てくるんですか。とでも言うのだろうかは、まあ、その事象があって、で見終わった後に、でこれだ、そのまつわること、でそのこの辺で起きた事故で亡くなった男性の霊の姿とでも言うのだろうか、で断定しきらないワードというかね、そうです、でやっぱり霊かどうか分かんないで、あくまでも不可解なものを収めた映像を紹介するコーナー、そうですよね、あ、映画の企画なんで、僕見たやつだと、あの小井ちゃんに見せてもらったやつだと、うん、あの浅草だっけ、あのサンバカーニバルの、うんうん、めちゃくちゃ陽気な、あ、ありました、ね、サンバカーニバルのめっちゃ陽気なところの中に足元になんか見えると、でこうグーグーアップにしてて、うん、でね、繰り返し繰り返しその映像を繰り返し見せて、で繰り返し繰り返し見せたところで、お分かりいただけただろうかが出てくるんですね。ここになんか変なのがいますねと、うん、そうです、そうです、でその時はなんだっけ、ついサンバの音色に乗ってつい踊り霊が踊り出て、よく覚えてる、踊り出てしまったとでも言うのだろうか聞いて、いや言ってねえしみたいな言ってねえ言ってねえみたいな、よく覚えてるな、そう、いやすごいやっぱ強烈だったんですよね、とでも言うのだろうか使いとして、はい、はい、というようなフレーズでございます、はい、あのまあ、小井ちゃんにこれ教わって僕も、はい、あのなんていうか、ほんのろのまあ名フレーズというのをついついこう、うん、口に出ちゃうぐらい馴染んでしまった、はい、そういうことでございます。なるほど、ということで、はい、本日の特集はこんな感じです。いってみましょう、はい、思えば遠くへ来たもんだ、だがまだ間に合うとでも言うのだろうかシリーズ100作直前、本当にあった呪いのビデオ特集2022。さあ早速今夜のゲストをご紹介しましょう。小井ちゃんことロックバンドベースボールベアのギター&ボーカル小出雄介さんです。いらっしゃいませ。改めましてお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ということでまずはベースボールベアのご紹介、宇奈さんからお願いします。はい、ベースボールベアはギター&ボーカルの小出雄介さん、ベースの関根しおりさん、ドラムスの堀之内大輔さんの3人からなるロックバンドです。2001年に結成、
2006年にミニアルバムガールフレンドでメジャーデビュー。今年はバンド結成20周年、そしてメジャーデビュー15周年のダブルアニバーサリーイヤーということで、去年10月には9枚目のアルバムダイアリーキーをリリースされています。はい、まあ、あのベースボールベア、もちろんそのスーパーイケてるバンドで超かっこいいグループ、あのライムスターも大変仲良しで、ついこの間もね、うん、リハーサルでたまたまね、たまたまって、ね、たまたま全員で会うのめちゃくちゃ久しぶりだったんですよ。めちゃくちゃ久しぶりだから、すごい嬉しかったですよ。でも僕ははしゃいじゃって、うん、あんまりやんないんですけど写真撮りましょうよ、うんうんうん、いや本当本当嬉しかったです。嬉しかったです、ね、もう全然あの年とか一回り以上全然違うんだけど、うん、遊ぼうよ、遊ぼうよまたみたいなね感じで、お元気には何よりでございます、はい、そしてその中でも小出雄介さんはですね、はい、私の番組、まあもう何でもいろんな形でお世話になっております、うん、この番組のご出演で言いますと、昨年10月21日木曜日、スーパーロボね、スーパーロボット対戦一人総選挙をお送りいたしました、はいはいはい、ということでございます。さあということで、まあ小出ちゃんいろんなものが詳しいんですけども、その中一つライフワークはやはり本のろですね。そうですね、はい、小出ちゃんのライフワークでもある日本のオリジナルホラービデオシリーズ、本当にあった呪いのビデオ、通称本のろ特集、本日2022最新版をお送りします、ウィーケンドシャッフル時代からお送りしました。あと24時間ラジオの時に、それこそあのさっきのサンバのやつも多分その時も見て、あ、その時見たのか。で、まあ、僕ら見てキャ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 言ってて、はいはいはい、で横でコンバットルからずっと酒飲みながら行って、はいはいはい、まっ全く内容を理解しないまま、これどういうこと、小出ちゃんどういうこと、ありましたありました、理解力が低すぎるっつって、あの酔っ払えて嫌だなって思った日でしたねえ、はい、そんなこともやってまいりました、はい、そして、アトロクになってからも本のろ20周年タイミングでね、はい、劇場公開もあったりしてね、はい、あのグッズ持ってきてもらったりもしましたね、はい、しました。さあということで3年ぶりの本のろ特集になるわけですが、うん、なぜこのタイミングで改めて本のろなんでしょうか。はい、実は先週水曜日にですね、ナンバリングの最新作97、本当にあった呪いのビデオ97がリリースされまして、うん、であの夏は3部作になってるんですよ。で毎月出るんですね。で先月出て今月出て、で来月98が出て、うん、はい、このペースでいくと、まあおそらく来年あたりでこれは100いくぞと、うん、なのでこれもでも100になると、さすがにあもう100いっちゃったら遠くまでいっちゃったなってなるじゃないですか。まあね、だって1本どんぐらいなんですか。1本は1、まあ、あのものによるんですけど、まず大体1時間前後、1時間前後、うん、100本はちょっとね。そうですね、ってなるんで、だまだまだあと3あるっていうこのタイミングでまだ2桁、そうそう、まだ2桁なんで、これやっぱり100になったら、いや遠いなってなるけど、まだまだいけるでしょまだ追いつけるまだいけるかもしれないとでも言うのだろうからね、はい、まあその今やろうじゃないかと、はい、でもあのどうなんですかね、まあ、後ほども聞くかもしれないけど、はい、100まだまだ続く雰囲気は、100超えてもいきそうな雰囲気なんですか、それとも区切り作りたりするのか。いやあのマジでこれ終わりどこないっていうかこれやろうと思えば会社潰れない限り続けられるんじゃない。それだけでも人、ね、うないさんも驚いたけど、うん、それだけ人気が続いてるってことだよね。いやそうだと思いますよ。あの劇場公開の時だってね、ちゃんと列してみんな並んで行ったりしてるわけで、そういうことなんですよ、うん、ということで、いつもですねこれまあここから本能の特集を始めるんですが、小出さんはですね、はい、やはり特集に注力していただくあまり本業のベースボールベアの告知をおろそかにする嫌いがあります。はい、非常に重要な年なので、はい、先に大事な告知をしておきましょう。はい、はい、そうですね、はい、いいですか。ツアーですね、はい、まず、はい、ツアーが始まります。ライブインライブ I have you 3 タイマンシリーズがまもなく始まります。7月の20日、ゼップ横浜から始まりまして、アシッドマン、ゼップ名古屋でクリーピーナッツ、ゼップ高架でフレデリック、ゼップ大阪ベイサイドでアジカンオーケストに、迎えてライブをやります、うん、楽しそう、はい、でそして、11月10日にですね日本武道館公演あります。すごい、おめでとうございます。10年ぶりです、よろしくお願いいたします。うんうん、11月10日これは、はい、チケットはまだこれも発売中してます。はい、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、木曜か。そうなんですよね。まあでもなんかやりようっていうところもありますけどねやりようだと思う。 どうやる、うん、やりよう、ね、やりようだと。はい、はい、ということで日本武道館もありますということで大事な感じでございます。はい、ということで、はい、ちょっとベースボールベアの曲もかけたいんですけど、はい、まあどうしましょうかと思ったのが、新譜タイミングでもないし、うん、まあ、コラボツアー始まるってことで、うん、対バンツアー、はい、まあ、ライムスターもまたやりたいなという気持ちも込めて、うん、はい、あの曲を久しぶりにかけようかなと。そうですね、久々に、はい、今だって、ちなみにこれあのライムスター2人がラップを載せてるんですけど、うん、今小出ちゃんこれ1人でやりますからね。そうなんですよ、ギター弾きながらしかも弾きながら
大変ですこれ。大変だし、でももうさすがに慣れてきたんじゃない？でもだいぶ入ってきましたね、体に、うん、多分今俺たちより上手いと思うよだっていっぱいやってんだもん。いやどうか、いやでもラップそのものはだってそっちが本家だから。いや、うん、いやまた一緒にやりましょう。はい、ぜひ楽しみにしております、はい、ということで2013年リリース、ベースボールベアとライムスターの対バン曲です。じゃあ曲紹介、じゃあこいちゃんで。はい、ベースボールベアでザカットフィーチャリングライムスター。はい、ベースボールベアザカットフィーチャリングライムスターお送りいたしました。ということでこの後はベースボールベア小出雄介さんと一緒に本のろ特集、はい、とにかく時間が許す限り情報を入れていきたいということなんで、はい、よろしくお願いします。頑張ります。時刻は8時16分とでも言うのだろうか。 TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしていますアフターシックスジャンクション、お分かりいただけただろうか。はい、本のろモードでお送りしてます。今夜はベースボールベア小出雄介さんによるシリーズ100作直前だけどまだ間に合うとでも言うのだろうか、本当にあった呪いのビデオ通称本のろ特集2022、小出ちゃんよろしくお願いします。お願いいたします。お願いします。ということで本のろ研究、普及がライフワークの小出ちゃんに、まあ、ナンバリング100に向けて本のろの歴史や魅力、今本のろに何が起きているのかなどを伺っていきます。はい、まず早速前半戦いってみましょう。はい、じゃあまずはですね、ちょっと本当にあった呪いのビデオとはか、うん、ちょっと先に簡単に説明したいんですけど、本のろとはですね、一般の視聴者から投稿された不可解な現象が収められた映像を、本当にあった呪いのビデオ制作委員会の人たちが、調査して紹介していくというものです。で1999年から23年続く、まあ、いわゆる、まあ、こう心霊ドキュメンタリー系ジャンルの、パイオニア的なシリーズと。こんな継続して続いてるのはもうないでしょ。23年ですからね、すごいですよ。で、まあ、一本の基本構成はですね、お分かりいただけただろうかで有名な中村監督のナレーションで映像を紹介していく、映像、まあ、単品のものが数本と、でその一巻に一つその巻の軸になる、うんうん、まあ、長編の調査がありまして、その長編の、調査パートっていうのがあって、一巻としてまとまっている。だいたい一本がまあ1時間前後ですね。うん、で、それが、今97まで出てるっていうことなんですけど、うん、で、呪いのビデオっていうワード、うん、これは明らかにリングのそれから来てるわけなんですけど、うん、初代の監督である、中村、義弘さんは、パル企画っていう、まあ、このメーカーですね。メーカーから、こういうタイトルで作ってくださいって言われて、うん、あ、呪いのビデオかと、うん、でも頭にはやっぱり当然リングの、うん、見た去年見たばっかのリングがあるわけですよ、98年、はい、9年の話なんですね、はい、でそっか、じゃあサダコンが出てくるやつみたいなの作ればいいんだって言って、うん、本当にリングのやつみたいな、うん、イメージ映像みたいなやつを最初作っちゃったらしいんですよ、はいはい、あれはね、断片的なね、断片的な、なんか映像コーラージュみたいな色悪いやつ、そう、はい、でそれを作ったら、いやいやそういうことじゃなくて、いやこれちょっとリリースすんのはなってことになって、うん、でまたこう企画を考えて、そこでたどり着いたのが心霊写真のビデオ版、うんうん、それをまとめたものにしようと、うんうん、でテレビとかビデオでその心霊写真を紹介するものあったけど、ビデオっていうのは当時やっぱほとんどなかったんで、それをやっていこうと、でそれをひらめいた時に、あ、これはいけると、うん、思ったそうなんですけど、ほんのろシリーズは、まあ、ナンバリングだけで97本でプラス外伝がありまして、うん、スペシャルっていうのが5本、バージョン X っていうのが4本で、ザ・ムービーが 1,2 とあって、でその他何本かある単発の外伝をするともう実は110本ぐらいある。すげえな。とっくにあるんですね、うんうん、はい、でまあ、もうナンバリングだけで97本もあるものを1から順に見ていくっていうのは、これやっぱなかなか今からじゃ勇気いると思うんで、うん、そんな方におすすめしたいのが、やっぱりこういうのは歴史の流れ、はい、シリーズの文脈、うん、あらすじを知って、まあ、全体的なあらすじを知ってから見ていくと分かりやすいんじゃないかな。今の時点であらすじってと思ってる人いると思いますけど、はい、まあ、この何ですかね、あ、まあ、それもちょっとこの後お願いします。はい。で、先ほど中村義弘監督を初代監督と言いましたけど、本のろのナンバリングシリーズは歴代、全部で12人の監督が、担当されてまして、で、その監督ごとに特色があるんですよね。うん、で、またそれらがこう継承されていってるシリーズでもあるので、で、今日はその、本のろの歴史全体をその12代の監督で区切って、その特徴をお話ししていこうかなと。はい。思います、はい、それじゃあ早速、まず第1期が中村義弘監督、1巻から7巻までこれ99年2001年までです、はい、でもう初代にして本のろのフォーマットの
完成がもうここでされてまして、うん、まあお分かりいただけだろうかもそうですし、うん、であと投稿映像のパターン、例えばあのカメラをこうパンした時にそこに何か映り込んだとか、なんか監視カメラにノイズが走って、そのノイズの中に何か映ってるとかね、うんうん、でそういうこう映像のパターンとかがもう初期に見られるものも未だにあるので、うんうんうん、もうこの時からすでに完成されてたと、うん、で、外伝のスペシャル1で長編調査、間またぎの調査っていうのもすでにやってます。はい。で、この個人的にこの時期が他の時期と違うっていうか特別だなって思うのは、やっぱり時代のムードっていう点で、一作目が99年の8月にリリースされてるんですけど、99年12月にブレアウィッチプロジェクト公開とかなんですよ。だからブレアウィッチプロジェクトより前に出てるものなんですよね。で、ブレアウィッチプロジェクトって当時その本物だって思わせるような宣伝をしてたし、はい、で実際本当にやばい映像なんだってこっちも思ってたりして、はい、うん、で今でこそそのファウンドフッテージとかドキュメンタリー風ホラーってよくあるジャンルですけど、うんうん、この時代ってやっぱリテラシーがないんで、うんうんうん、みんなちょっと本当に信じてた部分があると思うんですよね。でこれやっぱ僕もそうだし、はい、でなんかそういうこうまだそういうリテラシーがみんなにこう備わる前に始まったシリーズだったっていうところがすごく大きいんだろうなと思っていて、うんうん、でやっぱレンタルビデオで借りられるヤバいビデオって存在だったんですよね、うん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 、ほんのろが、うんうんうん、なのでまあ僕はその当時中学生でしたけど、なんか結構ヤバいものを借りるつもりで、うんうんうん、レンタルビデオを借りに行ってましたね、うんうん、はい、でこの時期の、おすすめは、5巻です。ほんのろ5巻、はいはい、名作タイムカプセルが収録されております。はい、続いて第2期が、松江哲明監督で、8巻から10巻までですね。2001年から、2年にかけてです。松江監督もともとドキュメンタリーを撮られてた方なので、はい、よりそのドキュメンタリーのテイストというのが強くなった時期で、うん、でかつその松江さん当時23歳なんで、なんかこう学生映画っぽい、うん、こう味わいがあるシリーズですね、うん、時期ですね、この時は、うんうん、はい、おすすめは10です。10巻目、10巻です、はいはい、続いて第3期、はい、坂本和之監督、うん、11巻から15巻まで、で2002年から2005年にかけてです。でこの時期の特徴としてはですね、演出法たちのキャラクター付け、うん、およびちょっとしたユーモアっていうのがまぶされるようになった時期なんですよね、うんうん、その調査パートの時に、こう、インタビューしたりとか、で、実際にこう調査したりとかするスタッフを、まあ、演出法って言うんですけど、で、その人たちに、こう、キャラクターをつけていったと。で、まあ、特に代表的なのが、体が大きめな演出法の横田さんっていう人がいるんですけど、そういう横田さんが調査中に体大きいから、廃墟の床を踏み抜いちゃうんですよ。で、ズガーンって踏み抜いて、てへみたいな、シーンがあったりとか、金網に開いた穴をこうくぐろうとして引っかかっちゃって、うわーみたいな、そういうなんかお茶目な一面があったりとかして、うんうん、やっぱこうずっとおどろおどろしいシリーズなんで、うん、そういう要素全然なかったんですけど、うんうん、この、坂本監督の時期に、ちょっとそういうこう、うん、微笑ましい、はい、シーンが。私本来ね、ただの黒子で住むところがキャラが。そうです、そうです、うん。で、なんかこのスタッフへの愛着っていうのも持てるようになる時期ですね。はい。で、この時期はすごいインパクトのある映像がめちゃくちゃ多くて、まあ、おすすめは、まあ、11、13、15あたりなんですけど、うん、外伝だとスペシャル5。はい。で、このスペシャル5に収録されている失踪っていうですね、うん、首のない男が叫びながらこっちに全力で走ってくるっていう、伝説の一本があるんですよ。怖いよ。はい。で、これはもう怖い通り越して爆笑するやつです。はい。もうだあんまり行き過ぎちゃうとね。そうそう、もう行き過ぎてて。とんでもないことがもう、インパクトすごすぎて、爆笑しちゃうやつなんです。外伝スペシャル。はい。で、第4期が、福田陽平監督、16巻から、21巻です。福田陽平監督はですね、そのキャラ付け、演出法のキャラ付けっていうのも、まあ、引き続き続けていって、で、スタッフがね、すごい、なんか、若かったんですよね、うん、皆さん。なんで、なんかこう、若い人が頑張ってるっていう、なんかフレッシュな時期でした。うん、はい。続いて、第5期が、小玉和人監督、が、22巻から、41巻。結構長い。はい。2006年から11年の、うん、まあ、シリーズ最長の時期ですね。うん、小玉監督は、もう5年、ここで担当されてるんですけど、うん、この時にほんのろは、まあ、安定期に入ったと言ってもいいんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、シリーズもこのタイミングで10年迎えて、うんうん、まあ、ほんのろみたいな心霊ドキュメント
ていうのもこういろいろ出てきてた時期なんですよね。で児玉さんも、この時期に別で封印映像シリーズっていうのを立ち上げてまして、さらにその後闇動画っていうシリーズも立ち上げてて、でこのどちらも今もまだ続いてるシリーズなんですけど、で封印映像も闇動画もほんのろとはちょっと路線が違うんだけど、実はほんのろ遺伝子のシリーズだったと、で児玉監督のほんのろにおけるレガシーもいろいろ大きくて、まあ、なんといっても演出補の岩沢っていう人と菊池っていう二人が出てきます、はい、でこの二人は特に、まあ、あのキャラクターが濃くて、あのこの後に演出補から演出に、上がって、昇格して、シリーズを引っ張っていく二人になるんですけど、でこの二人が長編調査の際にすごいこう数々の危機に遭遇するんですよね。で特に菊池に関しては自分の出世をめぐる長編の調査がありまして、そのビデオと自分の出世がいろいろ絡んでたっていうね、っていう、すごいね、これがあのシリーズ初の3部作構成となってて、でこれがきっかけとなって夏の3部作が始まって、それも今も続いてると。スタッフ側の、ね、そっちに行くってなかなかね。そうです、うん、でその菊池はもともとね投稿者だったんですよね、うんうん、投稿者からスタッフ。ああ、そういうこと、はい、うん、菊池、菊池さんの出世の方が気になっちゃいそう、はい、でもその、うん、あのキャラクターに思い入れていくというのは重要な要素ですよね。この時期にあの画面がですね4対3から16対9になって、あの映像もこうデジになってくると、うんうん、デジタル感が強くなってきて、うんうん、であの投稿映像にもなんかデジタルノイズが乗る映像とか増えてくるんですよね。今までのアナログテープのビデオテープのザーっていうノイズよりも、なんかこうビビビビビっていうなんか、うんうんうん、あの機械的な感じの映像っていうのが増えて、で画面フリーズ でそのフリーズした中からなんかがうわーって起こるとか、そういう結構派手なことも起きるようになりましたね、はい。で続いて第6期が、岩沢博樹監督42巻から55巻、で前回の、タマフル時代か、うん、タマフル時代のほんのろ特集はこのタイミングでした、で児玉監督期の演出法から昇格する形で、うん、演出になった。岩沢と菊池ってね。そうです、岩沢さん。で菊池ももちろん引き続き登場します、うん、でさらにほんのろを、象徴するですね、女性演出法河合直美さんが登場するのもこの時期で、河合さんは45から80まで出演します、うん、ずっと、うん、で、まあ、もうこの時にですね、岩沢さんがやるのは、第3期以降 その演出法のキャラクター付けっていうのをさらに発展させて、こうほんのろ制作委員会の群像劇って言えるようなところの方向性を打ち出したんですよ、うんうん、であのキャラの立った演出法たちでスタッフ同士のやり取りでクスッとする展開とか、これもう結構盛りだくさんで、まあ、あの長年のファンでこの時期が好きっていう方も結構多いんじゃないかなと思うんですけど、継続したファンだとね、やっぱね、思い出がやっぱできてる。そうそう。で、あの、ナンバリング55は、劇場公開もされてるんですけど、うん、まあ、それに耐えうる長編となったのは、もちろん、投稿映像の力もあると思うんですけど、スタッフたちの個性が光ってたからっていうのもやっぱあると思うんですよね。うん、ドラマが楽しめたっていう、うん、のが大きいんじゃないかと。で、岩沢さんはほんのろ卒業後に、心霊玉手箱っていうシリーズを始めるんですけど、うん、こちらはその、群像劇方向をさらに発展させたような、うん、作品でしたね。おすすめはやっぱり大スペクタクル作品55なんですけど、55、はい、でこれを楽しむためにこの岩沢さん期42以降をまとめてみるっていうのも、うん、ほんのろの入り口としては結構おすすめです。キャラクターに思い入れられるから、だからそういう意味ではそのなんか断片的な映像だけ見るシリーズじゃもうないってことですよね。そう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 、うん、シリーズで見ていくことで理解できることもたくさんあるんですよね、ちょっと想像しなかったタイプの面白みっていうか感じしますね。私も1話完結系のがずっと続いてるのかと思ってました、うんうんうん、まあ基本はそうっちゃそうなんですけど、うんうんうん、でも特にこの連続性っていうのがやっぱり岩沢さんの時は強く出てましたね、うんうんうんはい、で続いて第7期が菊池、信秀さん、うんで56巻から70巻、そうです、そのまま上に上がりまして、うんうん、演出として、第7期を引っ張ると。で第7期はあの岩沢さん の、まあ、方向性っていうのも多少は引き継いでるんですけど、どっちかっていうとかなり真面目な時期でして、あのなんか民族学の範囲にも入っていくような、うんうんうん、結構込み入った長編調査っていうのもすごい多かったんですよね。だから本当毎回すんごいまがまがしい投稿映像が多くて、大変だなっていう感じの時期です。大変だな。そうそう、大変だな。大変だなっていう。ハード。ハードだなって。うん、で、おすすめは、69なんですけど、うん、あの、夏の3部作で、禁忌、タブーですね。禁忌っていう調査があって、これめちゃくちゃ怖かったです。怖いんだ、ね、はい。で、これは僕は、あの、シリーズベスト長編調査だと。へー。はい、
ストレートに怖いんだ。怖かったです僕は。はい、でそして第8期第9期、これ、続けて紹介するんですけど、うん、第8期が、福田陽平&寺内幸太郎期です、うん、71巻から75巻で、第9期が福田陽平&河合直美期で、76から80と。でこれシリーズ史上初めての人事なんですよ、うん、ダブル監督。そう、ダブル監督になるっていうのが初めてですし、うん、福田陽平監督は以前も担当してるので、うん、こうカムバックなんですよね。確かに。でさらにその寺内さんも、以前演出補として働いていて、で一回外出て、で、本当に映った監視カメラっていうシリーズをご自身で立ち上げられてたんですけど、うんうんうん、でそれを経て戻ってくると、うん、そういうカムバ監督ですね、カムバ、うん、はい、2人とも、うん、で、スタッフの、河合さんもが、その中心になってですね、うん、岩沢菊池が卒業してるんで、で、河合さんが中心になって、で彼女の周りに今度は若いスタッフがいっぱい来るんですよね、うん、でなんかこうサークル感があるっていうか、うんうん、なんかねフレッシュなんですよ、うんうん、なんかわちゃわちゃしてる、うんうん、わけわけしてるっていうか、うん、そういうなんか楽しそうな時期でした。こんなの楽しそうな時期。そうそう、なんか楽しそうな超こ、ね、菊池さんの超怖いのから楽しそうな時期、はい、そう、なんか楽しそうな時期で、楽しそうな時期なんですけど、ただこの時期の長編はですね、なんか人間の情念が絡むなんかドロドロとした話が多くて、うんうん、菊池監督ともまたちょっと違うなんか、うん、テイストなんですよね。本当に怖いのは人だ的なことも結構多かった、時期です。なるほど、はい。で、第9期になるのが、第9期は河合さんがそのまま演出に上がりまして、うん、でついに、演出を 全体の監督を務めるという時期になりましたよっていう、ここまでが、前回の特集までの範囲ですね、はい、9代目の監督です、はい。でここからが、うん、まあ、近年の近年ここ3年の、はい、ここ3年のほんのろっていう感じになるんですけど、大丈夫ですか、このまま行って大丈夫ですか。ぜひぜひ、はい、お願いします。質問など大丈夫ですか。はい、だいぶここ3年までの歩みはインプットできました。でもね、その単にビデオ紹介してその断片的なそういうこうあれかと思ったら、うん、ちゃんとこうある種ストーリーっていうか、うん、キャラクターがいて、まあ、だから続いてるってことなんですね、うん、それもありますね。さすがにだって、うん、そうそうそう、ワンパターン化しちゃうでしょうって思ってたんですけど、うんうん、97までっていう工夫が歴代監督から感じましたね。あともう一個ですね、ここまでの中で、です、もう一個、特筆すべき出来事がありまして、うんうん、でそれが2016年に、中村義弘監督が、うん、懺悔、住んではいけない部屋という映画を撮ってるんですけど、はい、これ小野冬美さんが原作なんですけど、うんうん、小野冬美さんって、ほんのろの大ファンなんですよ、うんうんうん。で、特に初期シリーズが大好きだそうで、で、ほんのろにインスパイアされて、で、心霊調査ドキュメンタリー小説として、で残影を書いてると。で映画化の際はぜひ中村さんにって言ってもうご指名で、なるほどなるほど、で中村さんが撮ることになったんですけど、うん、中村さんもやっぱもうほんのろやっててよかったと、うん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 、おっしゃってましたね。でこの残影の、予告特別映像ってのがあるんですけど、それは岩沢&菊池コンビによる初期ほんのろオマージュ映像となってるんで、気になる方はちょっとぜひとも見ていただきたいと、うん、ほんのろチームによって作られた。そうですそうです。で、まあ、こう近年の、本能の話に入るんですけど、はい、第10期がアルファベットで金田監督期です、うん、81巻から89巻なんですけど、もうね、この1個前に次ぐびっくり人事が起きるんですよ。ほうほう。それが児玉監督の、第5期以降っていうのは基本的に演出補から演出へ昇格するとか、うん、チームの誰かが残ってるっていう流れがまあ関連になってたんですよね、うんうんうん、それがまさかのここでスタッフ全交代が起こるんですよ。へぇー。2006年から10年以上続いた慣例破りだったんで。うんうん、へぇー。めちゃくちゃびっくりして。そんなことしていいんですか？そう。うん。いいんだと思って。ファンは結構でもちょっとざわつくよね。めちゃくちゃざわつきましたよ。うん。うん、だからこの、金田機の81巻最初見た時は全然内容入ってこなかったです。うん、ショックで。うんうんうん、ファンだから。で、この時期の特徴として挙げられるのが、制作委員会以外の外部にも意見を求めるっていう点なんですよね。うんうん、初期に音声分析の専門家とか霊能者の人が出てくるんですけど、うん、以降のほんのろっていうのは長らく外部に意見を求めることしないんですよ。基本的に自分たちで調査して何とかしてた。うんうん、でそれがサブカル系のフリーライターとか、霊能者とか、うんうん、そしてですね、アジア毛量研究所日本支部に意見を求めたりするんですね。もう一回言うと、アジア毛量研究所日本支部に、アジア毛量研究所
はい、日本支部に意見を求めます。そんな組織が、あ、そんな組織があるんですよ、うん、でそこの村井さんっていう方が、まあ、キャラクターがめちゃくちゃ濃くて、うん、名言があります。あのそれを言うと、呪いってのはドゥする、これ呪いってのはドゥするドゥって、はい、やる DO です、はい、やるです。呪いってのはドゥするっていう、うん、あの名言があるんですけど、うん、あの制作委員のキャラクターがあんまり立ってない代わりに、うん、外部にめちゃくちゃ濃い人がいるっていう座組になるのがこの時期ですね、うん、はい、でおすすめは87から89巻の3部作の、黒くうごめくものっていう、映像なんですけど、うん、ゲストに河合さんが久々にちょっと出てきて、うん、で一緒に映像の調査をしていくんですけど、あの制作委員に新人として入った上田って男がいまして、でこの上田がね、そのほんのろのイズムをね侵害するような行動をするんですよ、うん、でそれが勝手に映像を撮りに行ったりとか、うんうんうん、投稿者に勝手に会いに行っちゃったりとか、うんうんうん、でしかもそいつが YouTuber だったってことを判明して、ほんのろの中に入っちゃいましたみたいなの動画を上げてた、うん、おー、とんでもない、うん、そうで、まあ、問い詰めてた、どういうことなんだって問い詰めてったら、面白い映像を撮ればいいでしょ言ってくるんですよ。ちょっとだから新人類っていうかね、そうそう、新人類なんです。新人類がやってくるわけだ。そうです。でそれに対して河合さんが、あの面白ければ何してもいいのとって言ってガツンと叱るんですよね。だつまりその心霊ビデオというジャンルに対しての、うんうん、メタとも取れる話というか、はいはい、そのほんのろ以降様々なね、その心霊ドキュメント系のシリーズ出てきましたけど、うん、あのほんのろのブランド力って、僕はその真面目さ、正面から調査していくっていうその真顔感だと思ってて、うんうん、だから群像劇になっても、うん、スタッフのキャラクター付けとかがあっても、面白映像とか、はいはい、メタな展開っていうのは一切やってきてなかったんですよね。うんうんうん、心霊ドキュメンタリーをひたむきにやってきたと。うんうん、で、この時期がちょうどそのほんのろ20周年のタイミングだったので、うん、まあ、ほんのろには珍しいちょっとメタなお話で、まあ、自分たちのブランドへの誇りみたいなものを見せてくれた、うんうん、傑作でしたね、はい、でそして、続いて第11期、牧田和臣監督、90巻から94巻、でこの牧田監督の時期がもう1年で終わっちゃうんですよ、うんうん、ですぐ第12期、藤本勇樹監督95巻から、現在ですね2020年から、うん、に今至ってると、うん、で、あの2020年に入った牧田和臣監督のタイミングでまたスタッフ総取り替えありました、まあ、実はちょっと、うん、はい、もうなんかそういう感じになっちゃってるんですかね今ね、うんうん、でそこからまた1年で牧田監督から藤本監督に変わったこのタイミングでまたスタッフ総取り替え、ちょっと心配な、そうなんですよ、このなんかローテーション大丈夫かなって今ちょっと思ってるところもあるんですけど、うんうん、今年入ってからの95巻からは第12期藤本監督期に入りまして、うん、あの今年に入ってからの数本はあの単品の映像に結構力入ってるなっていうのが、単品の映像、はい、あの、うん、あの調査はそんなにしないけど映像紹介していく、うん、映像そのものがのインパクトが強い、そうですそうです、うん、があの力入ってるなって感じだったりとか、うん、あと、民族文化学研究所っていう外部への調査も引き続き、うん、行ってたりとか、あ、調査依頼もお願いしてたりとか、あと体の大きいスタッフさんがボロボロの橋があって、うん、あの渡れないっていう、なんかちょっと過去作っぽい、ちょっとあれですよね、なんだっけ、うん、さっきのね、体が大きい、そう、横田さんね、横田さんみたいな、はい、なんか出来事も起きてたりとか、うんうんうん、とちょっとなんとなく100巻への目配せ始まってんのかなっていう予感もちょっとしてる今日この頃っていう、ちょっと過去の要素も総ざらいして、うんうん、そうなんです、そうなんです、なんか大団円に向かってんのかみたいなっていう、まあ大団、そうですね、あの大パーティーに向かってるのかなっていう、アニバーサリーに向かってるのかなっていう、うん、まあ、ような時期なんですけど、うん、まあ、ちょっとざっとおさらいしてきましたけど、まあ、こういう今全12期になってまして、でも第10代以降のちょっと激動というか、なんというか、うん、まあ、言い方によっては迷走って言ったのもいいような、うん、ちょっとねこのやっぱ 2,3 年のペースはね、うん、ちょっと心配になる、ああそう感じでしたよね。なんかこうスタッフへの思い入れとかもできる前に総取り替えが2回あったので、うんうん、はいはい、うん、いやーということで、はい、まあ、12代まで、はい、まで、はい、はい、お話ししてきたんですけど、はい、まあ、今後のほんのろの、まあ、個人的な展望なんですけど、あの2019年に、20周年イベントがあったんですよ、うん、でそこにあの僕も出させてもらってるんですけど、うんうん、でその打ち上げで中村監督に、うん、あの100やってくださいよと、うん、100巻になったら100巻監督してください中村さん、やっぱりねそれはね、そう見たいっすよ、ミスターほんのろって言ったら、うん、中村さんもえ
やっちゃうみたいなえやっちゃうみたいな中村中村みたいなやっちゃうみたいなことがあったんですけど、だからちょっと個人的には期待してるんですけど、まあ、ただあのベロベロに酔っ払ってたんで、その時、中村さんが、もう信じらんなくらい顔赤かった。だからちょっと本当かどうか分かんないんですけど、覚えてるか分かんない、はい、であと慣例を破ってくるのもパル企画の恒例なんである。だから普通に普通の缶っていう何でもない何でもない、普通の感っていうね、可能性もあるんじゃねえかなと。まあでもしれっと続いていく、ある意味ね、その区切りとかしちゃうとちょっとね、終わっちゃっても困るからね。いや、そうなんです、そうなんです。で、まあでも、まあ僕の、まあ一番考えるベストは、はい、まあ中村さんが、もう久々に監督される、100、で、100の字は、あのパッケージの字がですね、本当に言ったら呪いのビデオで、数字は大体赤なんですけど、やっぱ金にしてもらいたいな。金、はい、金の100、それが見たいってなりますよね。はい、うーんって、じゃ あのちょっと残りの時間でですね、はい、あの本ノロの近年のちょっとおすすめ作品、ちょっといくつか紹介していこうかなと思うんですけど、あの見やすくねなってるみたいですもんね、最近のやつ、はい、最近はあの配信も、配信レンタルもありますし、アマゾンとか、はい、でアマプラではあの25、6巻ぐらいまで、あの会員に入ってると無料で、見れますんでね、あの特に初期の頃とかなかなか、あの貴重な映像もありますから、それも今ガンガン見れます。さっきお勧めいただいたやつもありますかね。はい、あります、はい、あります。では金作、はい、で金作ではですね、ほんのろ94のですね、顔っていう映像がありまして、まあタイトルからしてなかなか気になるんじゃないかなと思うんですけど、これねシリーズ通してもなかなか見ないパターンの映像で、投稿者不明の映像なんですけど、なんかボロッボロの小屋に監禁されてる女性がいるんですよね。でそのカメラがこう近寄っていくと、で女性が振り返るんですよ、こっちをだって。そしたら顔に顔が3つあって、でそれをすごい間近で見ちゃうんですよ、で多分撮影者はそこでちょっとびっくりしちゃうんですよね、って固まってると、撮ってって言ってくる、で追っかけてくるっていう、これあんまないパターンの映像だったんで、結構インパクトがありましたね。なんか背景を知りたくなるというか。怖いじゃん普通に。なぼあ言い方が怖かったかな。いやいや怖いですよこれ。怖いけどでもそのなんていうかなこうね、怖いけどインパクト。インパクトあります。え本当にあったんですよね。そうですよ。本当にあったんです。本当にあったのロイニャビデオです、ね。そうですそうです。いや見たら危ないじゃないですかやっぱり。まあね、あのちゃんと先ほど実はその質問がね、ありました。そんなのやっていいのか、ちゃんと前をお祓いしてるんですよね。そうですそうです。あの必ず冒頭で出てきますから。この作品はあのお祓い済みです。ドーン。最新作で。いやうなさんそこにドーンって音です。だって97作それで続き、なんなら110本続いてんだから。視聴者の方々ちゃんと逆に言えばちゃんと。そうそう。あ続いてってことはお祓い聞いてるんですよ。そうですね。そうスタッフの方でも別に。そういうなんか不良の事故にあったりとかっていう方はいるっていう話は出ました。あ、でもじゃあでももう見てる側の僕もうピンピンします。ああ、もうだって証明されてますから逆に言えば。まあ97作まで安全は確かにお払い効果あるっていうの禁止されますもんね。他の映画の方がよっぽど危ないかもしれません。そうですね。いや私着信ありとかリングとか結構すごく影響受けちゃったんですよ。どんな影響受けた？あの本当に携帯解約しようと思ったりとか。すげえ。だったらどうしようって。わかるよ。怖いもんね。僕もリング本当に怖かったし。あれはでもフィクションだっていう、元で見てもそう思ったのに、本当にあった呪いのビデオ。本当にあったって言ってますからね。ビデオはほらあるから、それは。だからその中の解釈は知らないよ。ビデオはあるから。本当に。ソフトがね。ソフト。で、その中の解釈は、いろんな解釈でも、とでも言うのだろうか、だから。とでも言うのだろう。例とは言ってないから、別に。確かに断定的に。お分かりいただけたかって聞いてるだけです。全部疑問系。疑問系。そう。で、分かんなかったら分かんないで終わりだから。お分かりいただけたら。受け止め方か。そうそうそう。わかんないな。分かんないけど、いや、わかんないっす。だって、だって、はっきり言うじゃないですか。そっか。これが例ですって言うじゃないですか。じゃない。だから、お分かりいただけただろうか。で、とでも言うのだろうか。だから、俺見てて結構な比率で、いや、とでも言わないっす。言わないわ。
結構ある。その受け止めすれば、うん、全然ある。大丈夫なのか。そうそう大丈夫大丈夫。ということで顔、はい、94、はい、であと、まあ、ほんのる95のですね、うん、熊牧場ってやつがあって、あの、うん、熊園で、うん、飼育員さんが餌を投げるんですよ、うん、熊のエリアに、うん、でそしたらその餌に熊がね何ともこうわーって群がってくるんですけど、うん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 、でそこに男性の生首ってやつで、うん、あの熊に関係しているとでも言うのだろうか言うんですけど、あのなんかあのデリカシーないですよねあの風評被害だろうってこれ熊園の本当だよそんなこと言ってやんなよってなんかさちょっとなんか呪いっつうかさ、うんなんか本当にそれなの、ただの犯罪の匂いしかしないしさっていうのもありました。結構鮮明に映ってるんですか。それはもうすごいはっきり映ってる。ありゃすごい。逆に言うとはっきり映りすぎているがゆえにこっちは逆にちょっと安心するところもあるわけ。みたいな、見えすぎちゃってる。見えるなみたいな、ああ顔だなとかさ顔みたいな。そうそうそう。で、あの、まあ、ちょっと最後に、はい、あの、ほんのろを見る上での、うん、まあ、心構えみたいなものをね、あの、ちょっと最後に、ビギナーの方にもね、うん、あの、うないさんのような、ビギナーの方にもちょっとお伝えしたいんですけど、うん、あの、うないさんみたいに、本当にあったんでしょって言ってくれてる方は、もういいんですよ、むしろ、うん。そうやって楽しんでくだされば。うんうん、でもやっぱりこう、合成じゃねえかとか、うんうん、作り物でしょとかって、そういう意見もやっぱ出てきがちなんですけど、うん、で、それはね、本当にディズニーランドに行って、ミッキー指さして着ぐるみじゃんっていうようなもんっていうか、うん、やっぱりもうそのほんのろに限らず、その心霊ドキュメンタリー系っていうのを見るときは、まずこの日本っていう国は、日々ですね、不可解な出来事がカメラに収められていて、で、それが各メーカーに投稿され、で毎年数百本の不可解な映像がソフトとしてリリースされている、うん、だこの二十数年でも数千数万のそれらが世に放たれている国なんだと、うん、そういう前提でやっぱ望んでもらいたいし、でうないさんの姿勢は本当にうってつけですよね、うんうん、だ本当に楽しんでると思えるしね。そうそう。あと一大ジャンルの今の数字の感じ聞くと。いや、そうですよ。その特撮天国とかアニメ天国っていうのと同じぐらい、うん、まあそういうビデオ、うん、こう、奇怪なビデオ、そうです、そうです。ジャンルっていうのももうはっきりあるわけよね。で、ほんのろがまあ一応トップランナーとして、今度ナンバリング100ですけど、うん、で、今そこに追従する形で封印映像とかも、うん、もうすごい数いってるんで、うん、そのほんのろ以降の、まあフォロワーですら、うん、もう今何十本も出てるんで、うんうん、ホラー大国ですよ。そうだよね。日本は。だから、うん、あんまりほら、こういうと、あの、取り沙汰されるファン以外がさ、うん、取り沙汰したりすることあんまないけど、うん、実は巨大市場なのよ、やっぱし。そう。根強いし。うん。うん、ということで。っていうね。はい。いかがでしょう。どうですか。お分かりいただけたのか。そうですね。呪いは怖いんですけど、うん、お笑いされているっていうことなので、うん、そのスペシャル5の失踪、うんうんうん、首がない男性が走ってくる。うんうん、ちょっと気になるので。あ、いいと思います。そう、うないさんみたいに、この単品で見たいっていう方も多分いらっしゃると思うんで、うんうん、そういう方にベストも出てます。ほんのろの。はい。で、傑作選みたいな。そうです。ベスト10と、ベストオブベストっていう、今2つが出てまして、これ両方。呪いのベストオブベスト。そうそう、呪いのベスト。何がベストだっていう。ファン投票で選ばれた、ベストオブベストっていうのもあるんですけど、で、この二つ見ると、いわゆる代表作というか、もう、ほんのろといえばこれだよねっていうのは、うん、まあ、大体さらえるようになってるので、うん、これぜひともこの二つ見てみてください。うんうんうん、あとね、群像劇も気になるんですけど、うん、ちょっとね、まずは見てみたいっていう人にはこのベストが、ね、うんうん、あ、そうですね。まず映像から、うん、あと前やったみたいなさ、24時間ラジオで一緒に、要するにウォッチパーティーまでさ、うんうんうん、やったじゃないですか。いいですね。ああいうのまたやりたいね。そういうのが一番いいのよ。確かに。一、うん、人だと楽しいのよ。本当に受け止めちゃうかもしれないから。うんうん、ぜひちょっと。じゃあそれじゃあ一緒に見たいですね。うん、いずれそういう会を開いてもらうかもしれませんね。はい、はい、お分かりいただけたろうかね。お払いをしてるから大丈夫。いい見方を教えていただきました、うん、いや、わかんないですねっていうので見ればいいってことですよね。姿勢としては怖かったら、そのお分かりいただけただろうかって言われても、そうです、わからないですっていう姿勢で見れば、うん、呪いは降り注いでこないと。大丈夫ですよ、だって、こんなに出てるんですよわかんないじゃないですか。
だって爪折れ、あの爪取れちゃったとか、もしかしたらちっちゃい呪いとか爪取れちゃった起きてるかもしれない すげえ言ってくる心配してるんです、すげえ心配してる、心配してる、大丈夫で大丈夫、いや ありがたいな、なんかこういう、うん、あの新規ユーザーと出会えて、ね、そう誠実な答え方してくれて、ね、本当に見てくださいぜひ、うん、ちょっと一本見ますね、もしかしたら私来週あれ歌丸さんなんか、ええ、オープニングで爪割れちゃいましたとかあるかもしれない、ね、気をつけてくださいそれは単に不注意によるものだと思いますよね、はい、ということで、はい、本能の最新事情お分かりいただけただろうか、いずれやってくる本能の100作を今夜の特集や紹介してもらった作品を見て楽しみに待ちましょう、はい、最後に改めて、小出さんアーティストらしいお知らせもお願いします、はい、台湾ライブシリーズライブインライブ I have you 3が、まもなく始まります、7月20日ゼップ横浜にてアシッドマンと台湾、8月1日ゼップ名古屋にてクリピナッツと台湾、8月24日ゼップ福岡にて、フレディックと台湾、8月26日が、ゼップ大阪ベイサイドにてアジアンカンフージェネレーションとタイパンです。そして11月10日木曜日は日本武道館で、我々の、武道館ライブがあります、うん、ぜひ遊びに来てください、お願いします、はい、ということで小出さん今日もいつもね、あの素晴らしい特集ありがとうございます、うん、ありがとうございます、今後ともまたいろんな形でお世話になりたいです、またあの100のタイミングで、ね、100もそうだし、はい、あとベボベもね、ライブコーナーみんなで飲んでください、うん、そうそうそう、またお願いします、さあということでここまで100シリーズ100作直前だけどまだ間に合うとでも言うのだろうか、本当にあった呪いのビデオ特集2022でした、小出ちゃんありがとうございました、ありがとうございました、小出ちゃんもね時間内に入るかなと言いながら、はい、見事にまとめていただきました、しっかり97作ある作品ですからね、12個監督振り返るって言った時に大丈夫かと思ったんだけどちゃんと入りましたよね、うん、そして本当にうなえさんがシリアスに、でも呪われたくないんだよ、大丈夫97出てんだからとでも言うのだろう。